して、ただいまね、20時53分さ、今日はね、こちらね、AM に来てますけどね、ちょっと予報と違って爆風やねんけど、まあ、ちゅうことでね、人も少なくてね、この端っこね、まあ、取れましたわ。まあ、とりあえず、風ね、左から思いっきり吹いてくるんで、こっちでね、バーッとこっちでなってね、バーッと行けるようにね、してこれ、とりあえずですよ。はい、持ったらすぐ全然ドバへ。しかも潮左に流れてるやん、これ。まあ、とりあえずね、ね、京空港の方がね、ちょっと立ちをね、釣れ始めたみたいで、まあ、向こうはね、多分人いっぱいやと思うんでね、ちょっとこっちで頑張ってやってみようと思いますけどね。一応ね、立ちを狙いに来ましたんでね、立ちをね。ただね、波うねってるんでね、立ちはね、ちっちゃいし、当たりきてもね、多分無理かなって。まあね、最近ね、首の調子も悪いから家でゆっくりしてることが多いんですけどね、先週から今週にかけてね、まあいろんなことね、ありますよね。すごいね、事件というかニュースがね、出てくるんでね、ほんまに、ほんまもうびっくりしてもうた。さすがの俺もびっくりしてもうた。びっくりしてもうた、びっくりもうた。そらびっくりしてまうでしょ。ほら、俺あれや、事故されてるじゃないですか。で、車修理出すからね、タイムリーなネタでびっくりしてもうたわ。ん？何やろ、ちょっとさっき沈んだ感じしたんやけどな。潮早すぎて沈んでるだけか。お、お、ん、違う、いや、分かれへんな。当たりや、さっきのが当たりやったとしても分かれへんな。潮強すぎてね、仕掛け沈んでいくんですわ、ライン張ると。あれ、餌なくなったかな。だからめっちゃ軽なったわ。もしかしたら当たり来てたかもしれんかな。食われとるね、サンマね。ただどうやろうな、サバかどうかはちょっと分からへんね。タチオではないね。多分なんか食うてきたんやけどな。ゴゴって回収でゴゴってきたわ。ちょっとだけ、え、おる、おらへんわ。なんもないな。一回あれやね、多分口の中入っとんね。この辺とかね、尻尾の方とか、ね、そぎ取った感じよね。さあ、残念ながらね、タチウオじゃないですね。タチウオやったら多分サンマ餌切れてると思うんでね、多分サバ類やと思いますけど。サバ類って、サバやろ。サバ類って広く構えんなよ。広く。あれやね、人少ないね、あんまり釣れてへんやろうね。潮が両方もあんまり数は出てへんような感じですもんね。去年ちょっと来た時はちょっと待っとったらすぐ地合いが来るっていうね。大きさにはちょっとムラありますけど、暗くなってまずめの時間から1時間ぐらいは大きいやつがバーって回ってきて、その後ね、0時近くなってくると小サバに変わったっていうような感じでしたけど、今年は夜中の方がいいみたいですけど、やっぱそうやね、やっぱイカやね、ここね、イカ食うてきてるな。さあ、去年来た時もね、早い時間はちょっとイカが食うてきてたんですけど、今年も同じような感じでしょうかね。どうでしょうか、ちょっと全然あんまり来へんからね、分かれへんですけどね。はい、22時47分。いやー、潮ね、めっちゃ緩んだね。てか、止まってんねやと思うんですけどね。ちょっと今のところね、サバはね、大サバは、ちょっと誰も投げてへん感じです。うねって
電気浮きも増えてきて、活況になってきましたけどね。あーイカっぽいな。今沈んだんやけどね、シュッと上がってきたわ。なんか食うてきてますよね。これはでも立ち寄りはない感じやけどね。なんか来たな。でもちょっと立ち寄っぽくないな。あーくしゃくしゃなってるね。これイカじゃないな、サバやね。これね、多分サバちょっとちっちゃいかもしれへんですね。今こう、わほらほらほら、いやちっちゃいな、サバちっちゃいわ。ちっちゃいのはかからんよね。おお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 お、始まった、なんか始まったな。やっぱちょっとちっちゃいからね。大サバやったらあんな一瞬でパクッとパクつくんやけどね。だいたいかからんやつはちっちゃいやつやね、大概で。まあ仕掛けにもよるか。まあでも小サバやもな、大サバが回ってくるまで我慢の釣りっぽいな。回ってきたら食ってくるやろからね。おら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 今年も小サバの季節がやってまいりました皆様いかがお過ごしでしょうか電気消えた。0時か。0時になったら電気消えんの。あ、0時電気消えんだよ。ほら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 、ほらもう小サバですわ。おお、つくんかいつくんかい。ちょっと大きいの、ま、沈んだ。あさあ、じゃあちょっとね、反則技使おうか。かからんから反則技使うわ。ほんまに大きいやつがおらんて、ちっちゃいやつばっかり食ってきてるね。なんかね、イカやはい。よっしゃかかった、何かがかかったこれはサバっぽい、やっぱサバやな。よいしょ、はい、このサイズですわ。まあな、ちょっとな、反則仕掛けやからな、これはちょっと見せられへんで、ほんまに。これは人には見せられへん、恥ずかしい反則仕掛けで反則仕掛けやからね、これはね、人には見せられへんので、何が食ってきてんのかちょっと調べたりとかもするんですけどね。あ、ほらほらほら、もうかかっちゃった。あ、かかっちゃった。かかっちゃった。
かかっちゃったな。もうダメやん。反則技やめて、タチウオの仕掛けで行きます。もうみんな大サバちょっと諦めてる感あるで。だって投げてへんもんな。ちょっとサバのサイズ上がったんかな。中の下サバ中の下ぐらい、中の下サバそれで張りがかりするようになってきた。ほんま小サバとか豆サバとかやったらほんまもう餌ついばんで終わりやもんね。尻尾の方だけかじって終わりとかそんなんやもんね。頑張ってたら太刀を回ってくるかな。サイズ来た。いや、大サバの時間来た。大サバの時間来たわ。よっしゃ。よっしゃ。あの走り方はね、大サバ。やっと来たわ。ほんまに。やっと。でも、うおおおお。ほら来た。うわあ、ちょ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 。よっしゃ、うわ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 、怖い怖い。よっしゃ、外れるなよ。よっしゃ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 、来た。やっと来た、大サバ。ありがとうございます。1時29分さあ、残念ながらね、ちょっとタチウオはね、ダメでしたね。まあ、空港の方がちょっとね、小さいの入ってきたみたいなんで、ちょっとこっちもっていうことでね、ちょっと来てみましたけどね。まあ半夜前半はまあいいかで、後半から小サバの猛攻、もう小サバだらけになって、でまあ運よくね、まあ大サバ若干ちょっとちっちゃいですけどね、なんとか大サバ釣れた後ね、ちょっと連発するかなと思ったらね、もう全然でね、もうその後ずっと小サバで、もう毎頭小サバ、もうタチウオやってて、あの小サバに邪魔されてる感じですけどね。今年はちょっとあれよね、ちょっと数少ないですかね。つうことで、タチウオ狙いでね来てみましたけど、あのわがままボディのねサバが1匹ね釣れました。今日はね、これ